ルソナチネは赤松先生の発案で作られたあの楽譜なんですか？はい、そうなんですよ。あの発案自体はね、ちょうどコロナが始まった時に、あの要するにバロックとか古典をちゃんと勉強したいっていう関西のピアノの先生の集団があるんですけど、でその先生たちのご要望いただいて資料を作ったんですよ。資料、資料を全部作ったんです。でどういうふうにアーティクレーションを作るかとか、どういうふうに強弱について考えていくか、通奏低音本って何かとか、でそれで初めてすごい膨大な資料を作ったんですよ。でこれだったらちょっともったいないから楽譜にしようかっていう話を、何社かちょっと持ちかけたら東音企画でっていうことになって、うん、ただその時作った資料とは全然違うものなんです、今回のプレソナチネ。ただそのプレソナチネっていうのは結局ソナチネアルバムっていうものがね、今私たちが使ってるものっていうのは2種類あるじゃないですか、全音で言うと、ね、古く僕たちが子供の頃から使ってたもの、それから2002年だったと思うんだけれども、今井明先生がね肯定されたもの、この2つを見比べると全然違うんです。つまりソナチネアルバムっていうのはペータース社が最初に作ったものだから、あの古いソナチネアルバムっていうのはね、全部ロマン派で書かれてるんですよ。その肯定されてるのはってことですか？肯定される前のものがね、そう、元々のそのソナチネアルバムが、でその古い、ロマン派のスタイルでずっと僕たちソナチネアルバムに慣れちゃってるんですよ。でそのまんまでいきなりハイドンとかモーツァルトとかベートーベンはあの原点版使いなさいと言ったところで何にもリンクしないんですよ。だからあのソナチネアルバムっていうのはあの新しいスタイルの、要するに原点版に近い形の今井明先生のでやりましょうということで、2002年か3年ぐらいに新しく出版されたにもかかわらずほとんど売れてないんですよ。そうなってくると正しいソナチネアルバムが使われていないわけなんですね。しかもその古いスタイルでずっと慣れているから、新しいその正しい本来あるべきスタイルでやるとコンクール落ちるんじゃないかとか、あ、それもっと現実的な話で、みんな結局講座を受けたりするんだけれども、最後そういうものを一切合切捨てて、やっぱりみんなと一緒にっていう、まあ日本人的な、うん、あの長いものに巻かれろという感じで、その正しいって分かっているけれどもやっぱりやめとこうっていうのが未だにあるんですよね。なるほど、うん、でじゃあそのいきなり真っ白なソナチネアルバム、新しい正しいものを使うって言っても難しいだろうから、そこのソナチネの前の段階でそういう古典派バロック後期からあの古典派、全古典派って言ったらいいと思うんだけれども、その辺の、入門にふさわしいものをちょっとまとめてみようかっていうのが今回のプレソナチネのあり方なんです。だから正しいソナチネアルバムの使い方をマスターするための、そこにちゃんとスライドできるためのプレ段階ということで作った。第1部は全部トゥルクになってるのね、第1章はね、うん、でトゥルクっていうのは結局バロック時代の総括をしたのがカール・フィリップ・エマニュエル・バッハだと思う、参考書的には。それに対して古典派の総括をしたのがトゥルクなんですよ。トゥルクがその、正しいピアノ教本かなっていうすごい分厚い本を書いたのが1790年代だったと思うの。つまりモーツァルトがもう亡くなるぐらいの時だから、古典派の総括なんですよ。あるべき古典派の総括っていうのをした。バイオリンではモーツァルトのお父さんでしたわけよね。両方とモーツァルト。だからあれをなんていうのかな、トゥルクのやっぱりそのテキストを全部読んでみると、あ、なるほど、こういうふうに古典派っていうのは双方が発展してフォルテピアノを弾くようになって、そしてこういうふうに装飾であったりスタッカートであったり和声であったりっていうことをあの変化したんだな。それに対してどういうふうにアダプトしたらいいのかっていうのが分かる。それでトゥルクはその教本に対して具体的に、じゃ あの教材としてこういう曲を作ってみましたっていうのが第一章の中に入っているものなんですよ。うん、そのテルクの教則本っていうのは文章で書かれてるんですか、うん、それとも楽譜？本になってます。本になってます。まず本になってるんです。理論書になってるんですよ、うん、カルフィリップになるバッハと一緒で、その教本の要するにサブとして、サブと言ったらいいのかな、その実践版として楽譜をいっぱい彼が作曲してる。あ、なるほど、うん、プレソナチネの中にも説明してますけど、それが半年トゥックってやつなんですよ、うんうんうん、120曲だったかなぐらいからなる小さな小さな曲集で、そのうちの何曲かは僕たちは知ってるんですよ。なるほどなるほど。じゃあそれをできれば、はい、読まないといけない
ですよね、その。そうですね。それは一応は読んどいた方がいいなと思う。で、なぜかって言ったら、指使いのこととか、当時ほら、装飾って勝手に入れてたじゃない？はい。うん、あるいは、カデンツ、あのアイガンみたいなね、はいはいはい、アイガンってやつですよ、うん。あれのやり方も書いてるよ、実は。そう。それは僕たちほとんど誰多分読んでないし、そんな初歩の段階ではいらないもんだから触れられていないけれども、うん、そんなこともすごいページ数書いてるんですよ。で、2章はモーツァルトを中心に古典派っていうのがどういう時代だったかっていうことを学ぶテキストになっているんですね。で、これはどういうことかというと、僕たち古典派っていうのは、まあ、限られた人間しか知らないですよね。ハイドンとかモーツァルトとか。ただ古典派っていうのはおそらくどの時代よりもたくさんの作曲がいた時代だと思う。しかも例えばソナチネアルバムの一巻を見ると、最初がハイドンでね、ハイドンが生まれたのが1732年、うん、これはあれだよね、まだバッハが生きてる時代ですよね。そして最後にクーラウが亡くなったのが1832年、つまり、まあ、ざっくりと荒っぽい言い方をすると、ハイドンが生まれてクーラウが亡くなるまでぴったり100年なんですよ。この100年ってものすごい長い時期なの。でも日本っていうのはもう古典派っていうと、なんだか全部が一緒の古典派、ウィーンの古典派とロンドンの古典派じゃ全然違うわけですよ。しかもやっぱりその古典派の前初期の頃っていうのはまだイタリアだって大活躍してたわけじゃない、ローマだって、まあ、特にナポリなんてね、だそういうところの音楽だってあるわけだから、じゃあその古典派の時代って全部が一緒なのって言ったら、とてもそんなこと言えない。確かに、とても言えない。うん、なのでいろんな作曲家がいるんだよ、僕たちの知らない作曲家もたくさんいるんだよっていうことを知るってすごく大事なことで、うん、でそれを分かってもらうためにたくさんの曲を入れただけじゃなくて、あの全部似顔絵付きでね、作曲家の、うん、最初のページにあったと思うんですけれども、はい、作曲家のとりあえず人となり、どんなことをした人かっていうのをちょっと掲載してもらったんですよね。で、古典派ってこんなにきらぼしのごとく作曲家がいるんだね、いろんな音楽あるね、でもやっぱバロックっぽいのもあれば、なんかちょっと、ね、エキサイティングなのもあるよって、とにかく多様な時代っていうことを知ってもらえる、うん、で実際に3章になってみると、まあ、ソナチネっていうものを現実的に考えていく上で少しまとまった形式の曲を書いてみようということで、3章がソナチネを学ぼうみたいな感じになっているんですよ。そういうあの3つの構成で、プレソナチネっていうのができていて、それを、まあ、ざっくりとでもいいし全部やっていただけたらありがたいんだけど、それをやった上でじゃあソナチネっていうもの入ってみたら多分見える景色変わってくると思うし、いきなりソナチネで、しかもあの古いソナチネアルバムでねやられるよりは、はい、本当だったら何も書かれていないけれわけだから自分たちで考えないといけないんだけれども、それじゃあ導入にならないとか、その無茶なロマン派的なアーティキュレーションじゃなくて、僕たちが考えられるその当時の古典派のアーティキュレーションっていうものは、だから私が提案してそれに対して指使いつけたり、ちょっとスタッカートつけたり、現実的なクレッシェンディメントを書いたりして、それでみんなスタッフと共有して、じゃあこのくらいだったら真っ白である状態から、まあ、現実的にこういうふうに弾くよねっていうところで、あの、まあ、参考書的に書いてたんです。それがこのプレソナチネの意義かなと思います。